イの草人です。今日も草人チャンネル世界のコースやっていくぜ。草人チャンネルと、こちらのコースね、仲のいい実況者のドクター将棋がまた面白いよって教えてくれたから、これね、ちょっと一回やってみるわ。どんなコースなんだろうな。やってみよう。オッケー。あ、スクロール系じゃん。オッケー、オッケー、いや。ええキラーがうんこしてるキラーがうんこしてるぞキラーがうんこしてるんですけど、こっちだ。むずくね。そして結構難しい。キラーもそりゃうんこするよ。キラーだって、たまにはうんこしたいよな。ごめんよ。勝手に俺がキラーはうんこしないものだと思ってたけど、そりゃキラーだってうんこしたい時あるよな。ごめんごめん。俺が悪かった、キラーちゃん。いや、オッケーオッケーオッケー。結構難しいな。あ、こういうことか。オッケー。よし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 。キラーのうんこ、俺が無駄にしますね。あ、ミスったばっかたれ。キラーのうんこ無駄にしちまった。キラーのうんこ無駄にしちまった。ごめん、キラーちゃん。うんこ無駄にしちゃった。俺、こういうの大好き。俺、こういうの大好き。ごめんよ、ちょっと。食事中とか下品なネタ嫌いな人いたらごめんよ。あ、ごめんごめん。でも俺ね、こういうの大好きなんよ。オッケー。よしよしよし。オッケー、こういうことな。よし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 。来てる来てる来てる。お、ここ押して。え、なにこれ。どういうこと、何が起きたん。すっきりなトイレに流したってこと、違うかな。うんこに、うんこに引っ張られすぎた俺。いや、簡単だった。いや、またこういうコースやりたいね。面白い。草人チャンネル、アイスボックスクリエイズ 1.55 へ行きましょう。いやさ、この殺されるのね。オッケー。アイスボックスってうまくね、あれマジで。ああ、いや、マジでうまくね、あれ。夏絶対食べたくなるんだけど、あれ。くそうめえよな。オッケー、こっちだ。オッケー、こういうことだ。オッケー。よくわかんないけど、来れてる。来れてる。あー、もう。いやさ、三ツ矢サイダーにさ、アイスボックスにさ、三ツ矢サイダー入れんのマジでうめえから、一回やってみてほしい。騙されたと思って。ちょっとね、もったいない気は、する。ここか。あー、わかんなかったー。いや、アイスボックスってさ、スーパー行くとさ、大体売れ残ってんだけどさ、猛暑の時だけ、異様に売れるんだよね。やっぱり夏、みんな食べたくなるんだろうな。暑い日に食べたくなるんだろうな。で、こう、こっちか。あー、とも、ちょっとー。いや、アイスボックスのさ、話してあそこまで行けたのすごくね。いや、あそこは、あっぶねー。オッケー。はい。あー、そこのブラちゃん、慎重に。おい、来た。でしょう。オッケー、来た。よしよしよし、これでゴールか、これでゴール。あ、まだ終わりじゃないのね。あーで、はいして、こういうことか。あれ、あ、あそこはジャンプすんのか。オッケー、で、ここは、乗って、こういうことか。よしよしよし、できたー、ゴール。いや、面白かったー。よし、またアイスボックス食べたくなってきたね。草人チャンネル、エネミーバトルシュミュレーター2ということでね、こちらのコースやっていこう。よし、やっていくぞ。コイン100万以上取ってこる。オッケー。どっちの敵が強いでしょう的な感じのコースだよな。ボムちゃんと、パックン。いや、でもボムだろう。あ、これじゃあ、ボムの場合行こうか。だよな、でもボム、自爆すっから、あれを果たして、勝ったというのはドローじゃねえかな。あれ、ドローだよな、正直。で、パックが勝つ要素なし。いや、お前さ、いや、そっか、そっか、俺がバカだった、そっか、そっか、遠距離攻撃があったか、そっかー。パックフラワーには遠距離攻撃があったわ。そうだった、俺がバカだった。え、のこのこ。いや、でもさ、こいつ鉄でしょ、ワンワンちゃん。のこのこ生身だから、まあ、ワンワンでしょ。のこのこじゃ勝てねえよな。さすがに。だよな。いや、待って待って、これ負けるフラグ立ってねえか？負けるって！いやー、そっかー。そっか、甲羅の方で戦うのか。生身の方じゃねえのか。いや、でも音符ブロック使ってたからちょっとせこいよな。いや、さすがにメカでしょ。 B 負けんだぜ。こいつは歩くしか脳がねえぞ。こいつ B も開けるんだよ。さすがに勝つでしょ。だよなだよなだよな。
だよな。勝つよな。勝ってくれ。え、どうなんの。は、え、え、何が起きた。は、どっちも死んでねえぞ。待って、ビーム攻撃が、もう、あまりにもグロテクスだから、お見せできませんとかそういう感じ。ものすっごいグロかったんかな。だからちょっと お見せできませんみたいな感じかな。いやー、さすがにこれはさすがにタラコ勝つでしょう。ボールボーイじゃ勝てねえよな。ボール投げたって勝てねえよな。多分タラコが勝つと思うんだけどな。違うかな。違う？え？どっちも負けんじゃん。どっちも死んじゃった。どっちも死んじゃったじゃねえかよ。結局クリアさせてくれるっていうね、優しさよな。いやー、今回めっちゃ間違えたな。あ、ここでもくれんのか。いやー、悔しい。結構間違えちゃった。全問正解できた人いるかな？できた、全問正解できた人手挙げてね、コメントしてくれ。草人チャンネル。その一撃で、仕留めろ、その一撃で、クリアス 8.69 いきましょう。オッケー、条件は木箱を一つ壊してから、おお、そういうことだ、オッケーオッケー。これで、来た、おら、違う、木箱よ、木箱。来い。早く。あれ終わり？終わっちゃったの？ねえ出してよ、木箱ちゃん！木箱ちゃんどこ？もう終わりなの？ねえ終わりっぽいよね。ギリギリ待ってて、タイムアップギリギリ来る可能性が、泣きにしも、あらずにしも泣きず。ここ！あ、違う。あ、じゃあ !27 秒ぐらい。オッケー！来たー！これゴールで、もうゴールかな。よし！あれ？違う？まだ？え？どういうことですか？何が違った？さっき何がダメだった？これじゃダメだ。え、なんで木箱を倒したことになってないの？え、どういうこと？は？あの、何？四角の中に当てはめなきゃいけないってことなのかな？入った。入った。あ、これでいいんだ。あ、なるほどね。そういうことか。よかった、クリアできた。よくわかってなかったけど、よかった。そういうことや。そのピンポイントに入れると、壊れるのか。やった、ゴールできた。草人チャンネル。コイン型チョコアッシュ、やばそう。クリア1.36いきましょう。わ。マジか、これ。え、でもここ、多分1枚目は簡単じゃね？普通にいける気がする。おい。だよね。ほら、いけるんすわ。でも2枚目が。2枚目むずくねえか。え、2枚目どうしよう。もう1枚目は余裕だわ。2枚目どうやって取る？どうやって取るこれ。2枚目むっつ。いやー、2枚目どうする？ 2 枚目どうするこれ。こういって。あー、無理だ。え、どうすらいいのこれ。いやー、どう取ろう、どういこう。あ、いけそう、いけそう。今の作戦で行ってみよう。とりあえずこう一気でちょっと横にずれて距離測って一気に行くぞ。やった、いけた。やった、いけた。やったぜ。よかったー。クリアできました。思ってたよりかは簡単。